はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。吉弘様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。新宿区長選挙終了。現職で自公推薦の吉住健一さん、5万2000票で勝利。新宿区議を辞めて挑戦した元男性のよだかれん、これ戸籍も女って直したそうで、してみたの取っちゃったのかな、取っちゃったんでしょうか。よだかれん21,969票、まあダブルスコア以上で、全然惜敗ではなかった結果になりました。選挙中は何か言われそうで黙ってましたけれども、よだかれん決起集会に潜入した方がいらしてですね、よくやるなぁなんてちょっと感心しちゃうんですけど、会場の様子がこちらであります。パヨの大物宇都宮健児も来ておりました。令和の衆議院議員大石明子っていう人も応援に来ておりました。あと応援してた組織ののぼり飾ってあったんですけれども、まあ左から共産令和新社会じゃねえや。どここれ。緑の党？わかんねえ。生活者ネットワーク。社民、緑の党、立憲民主党。オール左翼で頑張ったのに。あんなに頑張ったのに。ダブルスコア。以上。令和を誤解してる人が、まだちょっと見受けられるんですけど、あそこね、マイルド共産党、ファッション共産党、第二共産党ですかね。もしくは、ヤング共産党。これだけパヨが結集して、ダブルスコア以上に差がつけられた理由はですね、連合東京が現職を応援したからであります。あれ連合東京って立憲じゃねえの？思うかもしれないですけど、見放したみたい。で、立憲は、よだかれんを応援して、東京においては、立憲の未来は絶望的になった。模様であります。小坪議員、ブログ書いてらっしゃる小坪議員に聞いたらですね、地方は中央から金持ってくれる自治労日企要素が強いが、東京は、それ以外の労組も強いと。まあ、いろんな会社の本社ありますからね。で、日企要素と自治労が牛耳ってない。牛耳れない連合東京。他に強い会社いっぱいあるんで、という、だからじゃないか、と、言っておられました。なるほど、なるほど。じゃあ、連合東京は、中の自治労日企要素の意見を抑え込んで、今回は、あれだって、与党側、応援スペア、立憲は立憲で、パヨの方行くかもしんねえけど、ということになったみたいですね。まあ、東京だけでも、立憲議員、減ってほしいですわね。連合に見放されてね。日本アニメ。まあ、日本製しか、アニメって言わないですけどね。他のはカートゥーンとか、なんか違う、あれがついてる。呼び名がついてる。ウェブトーンとかね。日本アニメって、っていうか、アニメって言ったら日本製に決まってるんですけど、輸出好調で右肩上がり。どこまで行くのって感じであります。グッズや関連商品の、利益まで、計算するとですね、まあ、市場が 2.7 兆円あるという話でね、まあ、右肩上がりですよ。ネットの話、すげえな。普通にハリウッド映画より面白いし、ポリコレやり出して映画見なくなった。2030年には8兆円に成長するらしい。3倍近くになるんですか？あと8年で。こんな市場、美味しいなぁ。なんか株買うとか投資するとか、美味しいんじゃないかこれ。ツイッターが浄化されて、いいニュースが聞こえてきたなぁ。日本でダサく扱いで相手にされないものも海外では売れていると聞く。まあ受ける、ポイントがちょっと違うかもしれないですね。俺強えばっかりだと、日本人は、あれなんですけど、まあね、そこが浅いななんて感じかもしんないけど、まあ海外はね、そっちの方が受けっかしんねえしね。国内市場が半分超えてるのか。すげえな。日本人すげえな。アニメ好き日本人すげえな。まあ私もDアニメに加入してまして、月440円ですが、アニメ業界には
貢献しているはず。中国に抜かれるとか言って15年。一方世界で全く人気のない中国アニメ。表現の自由ないんだから無理っす。中国は無理っすよね。いいアニメなんか作れっこねえよ。表現の自由ねえんだからさ。ねえ、ゲイと自衛隊ってアニメで、蓮舫そっくりの白いスーツの襟立てた、気に食わない女の国会議員とか出てきてましたけど、中国じゃあいの許されないんでしょ。Google 検索量全世界。日本アニメ100とすると、中国アニメ0。丸、MAL。これなんでしょうね。どっかのウェブサイトとか、そういうのかな。人気アニメ、トップ1000。日本アニメ、999作品。中国アニメ、1作品。トップ1000。ランキング、1000作品のうち、中国アニメが1作品だけ入って、あとは全部日本のアニメと。人気キャラ、トップ1000。日本キャラ、990キャラ。中国キャラは3キャラ。他は何なんだろうな。まあ、これが現実ですよ。アニメの世界は、日本が、完全に、寡占している。寡占って言うんだっけ？それの。占領している。まあ、これを妬んだですね、中国、韓国、日本のイメージアップと、国力増大を阻止せんとですね、なんとか邪魔したろ、アニメの成長、アグネスやみずほに命じてですね、表現規制に挑戦中であります。今も諦めずにやっております。これは戦争であり、絶対に規制しちゃダメなことですよ。私の参院選の公約にも、漫画やアニメ、二次元規制、一切反対って、一つに入れましたけれども、そういう裏側ですからね、そういうね、熾烈な争いがある。戦争なんだ。二次元表現規制推進派の顔ぶれ見りゃね、それが不正解ってことすぐわかるでしょ。多分、見てねえけど、朝日新聞なんかも、ギャーギャー言ってんじゃねえかな、テレビとかもな。自民党議員はですね、いい人に見られたい欲求で、安易に賛成すんなよ。これは戦争なんだからさ、いうことが言いたいです。ASEAN に乗じて3年半ぶりに日韓首脳会談開催。募集校問題解決で一致したが、具体的な進展はなし。韓国の、新聞も、事態は停滞って書いておりました。ネットの話、こうなると思ったわ。日韓基本条約で解決済み。金をもらった韓国政府が払えばいいだけ。そうだよ。その通りだよ。宿題終わったか？無意味な首脳会談で、なんで応じたか意味不明。協議を続けるって応募したやつ雇って給料も払ってんだから、問題そのものが存在しない。日本がやってほしいことが全くないからな。韓国に対して日本がこうしてくんないかなって思うことが全くないから、交渉にも何にもならない。政府は司法判断に介入できないって設定はどこ行ったんや。どこ、まあ文大統領の時そんなこと言ってましたよね。働きたくて応募してきたやつを採用し、給料きちんと払って、その証拠もあるし、給料明細記録、酒も飲めたし、女も変えたみたいなね。日本人と同じ待遇だったんだから、問題そのものが存在しないんですよ。日韓メディアともに徴用工、まあ徴用って強制って意味含むんですけれどもって表現してますけど、ただの一般労働者ですよ、女の。ただの一般労働者。それにその頃は日本人だったわけだし、朝鮮半島出身の日本人だったわけだしね。まあね、日韓メディアは中身同じ人ら、だったわ。まあ失敬失敬。もし問題が存在してたとしても、1965年日韓基本条約で、両国間の問題は最終的かつ永久に解決なんだから、知ったことでねえわ、今更言われても。それにね、韓国政府、大大反、ベトナム戦争でやらかしてんじゃん。で、それのね、賠償をしてくれよ、言ったところ、韓国政府の答えがですね、もう時効だ。5年だ。請求時効は5年だ。で、跳ねのけたらしいんですけど、日本に対しては100年でも200年でも請求してるっつダブル、二枚舌ですね、ダブスター。産経によるとですね、事態の打開に向けた韓国国内調整は停滞、だそうで、
まあ日本とうまくいっては困るですね、北朝鮮スパイの皆さんが頑張って事態をこじらせてるようでめでたい。まあこっちは北とも南とも仲良くしたくねえしね、仲良くしたくねえしね、ということでね、佐藤正久参議院議員、テレビ番組で、ふるさと納税なんだから防衛納税やってもいいんじゃないのって発言し、外観誘致主義者のバカパイを発表しておりました。ネットの反応です。いい案だな、さすが。防衛に限らず、目的別納税はありだよな。返礼品は、レーションがいいな。レーションって食事です。パックの、パックの食事パック、食事セットか。富士総合火力演習観覧チケット、航空自衛隊省特別撮影席のチケット、海軍カレー詰め合わせ、国防に見返り求めるって卑しいぞお前ら、返礼品ばっかり当てにして、普通に戦時国債を売り出せ、自衛官の環境改善に使われるなら納税先選択の自由。これはいいアイディアですね。普通に防衛国債っていうのもありですけれども、大東亜戦争の時の米国は戦時国債を買って貢献しよう。愛国者は戦時国債を買うべき。みたいな大キャンペーンやっとってですね。チャップリンなんかも協力して CM に出てたような見たことあります。自衛隊が滅びない限り、元本は保証されるし、防衛国債買ったらね、自衛隊が滅びたら帝国も滅びるってことで、その時に円を持っててもしゃあないし、あと日本が滅びて、てんやわんやになってる時に金金言ってらんねえし、銀行預金なんかよりもよっぽど利子も見込めるし、まあ防衛国債発行されたら、私はできるだけ買えますよ。平和、国の大事だり、ですしね。4人に3人が解雇されたツイッター JP、途端に通名廃止がトレンドになっておりました。ネットの反応です。激変したなぁ。これはツイッターが激変したってことね。クリーンになって嬉しい。露骨に効果がありすぎて笑った。俺のは出てこない。お前シャドーバンされてないか。通名って偽名のことだしな。聞いてる聞いてる。パヨ。ギャオーン。ハフポストとバズフィードのパヨ記事がなくなったら、ほんまに赤かったんやな。なんで通名廃止がトレンドになったかっていうと、通名廃止運動に対して、呼びかけに対して、社民大椿優子がですね、どんな名前を名乗るかは本人が決めること、ギャオーンって書いてしまい炎上したからですね。靴沢良治を靴沢良治、これはまあ通名ですよね。靴沢って書けなかったりする人、読めなかったりする人多いもんですから、まあ立候補用に、ひらがなにしました。ドナルド・ジョン・トランプはドナルド・トランプ、これはナレンドラ・モディ、インドの首相であります。役所で本名の方書かれても読めねえし、困るし、だから通名が存在するんであってですね、木下がいきなり佐藤とか田中になるのは通名じゃなくて偽名じゃないの、スパイ行為やり放題じゃん。270人中200人がこういうのがトレンドにならないように余計な検閲やってたと、無駄なコストかけて自社製品、自由な言論の場ツイッターという自社製品の価値を毀損しててバカみたい、解雇されて当然だな、こんなバカな連中はな。誰もこんなことやんなくてもいいんじゃねえの、言う人に苦手なのが、それだからクビになったんですけどね。というわけで、メール党員さんと、11月23日 NHK スクランブルデモ参加者さん大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。